八神です。はい。なるほど。ところで、ところで、なるほど。八神です。いえ。ん？それって、なるほど。
いえ。ところで、はい。うん？なるほど。ところで。あの、お願いします。え？あの、それって…だが…え？なるほど。あの、はい。うん？それって。いえ。
お前の鼻が頼りだ。よしよし。よし、行こう。よしよし、偉いぞ。ん？あの、なるほど。それって…よし、行こう。でかしたぞ。お、なんだ？ん？よし、行こう。よしよし、偉いぞ。頼むぞ。こっちだな。任せたぞ。頼むぞ。任せたぞ。こっちだな。でかしたぞ。お、ええ、いえ。
次。はい。はい。いえ。はい。はい。つまり。
でも気に…なあ。それって…
加減にしろ。あれ？いやあ、のんびりしてやがんな。話は聞いたぜ。偉人町に行くんだろ？沢先生に会いに行こう。海藤さんは学校に入れないでしょ。先生に会えんのは俺だけだよ。分かってるって。でもまた外で待ち合わせることになったら俺も呼べるだろ？状況分かってる？海藤さん、沢先生も三越葉殺しに一枚噛んでるかもしんないんだ。お前こそ分かってねえな。あの人はそんなことしねえよ。え？俺は人を見る目には自信があるんだ。特にいい女についてはな。やっぱあんたには負けるよ。じゃあ俺はつくもんとこに行ってるぜ。中華街で腹ごしらえしてからな。いつも楽しそうだね、海藤さんは。いい店ばっかだぜ。あんだけ数あると一日四五軒は行かねえと。何？どうしたの？見てみろ。阿久津だ。カムロ町の半グレがなんでこっちに？よう、阿久津。なんでお前がここにいんだ？おい、俺らこっちだって。海藤だ。奇遇じゃねえかよ。取り込み中だ。悪いな。あの野郎、偉人中に何の用だ？わざわざこっちまで手下引き連れて。もしかして俺らと関係ある？いや、向こうも俺らと出くわして面食らってたみてえだ。別件と見たぜ。それにしたっておかしなとこで会うね。あれも RK のやつらかな。結構な人数でこっちに来てるみたいだ。ああ、カムロ町だけのしのぎじゃ食ってけねえとか。ふん。まあ、奴らが何してようが
わざわざこっちから首突っ込むことはねえ。お前は早いとこ高校に行ってこいよ。また後でな。